夫と子供2人との4人暮らし。これまで家族4人で自転車や電車を使った移動が多かったという。そんな家族の暮らしがオンデマンドバスを利用することでどう変わっていったのか。 Life is オンデマンドバス。夫がこんな便利そうなのがあるよって言って教えてくれて、絶対便利やろなっていうのと、うち車がないんで、その代わりになったらいいなと思って使いました。北新地への移動にオンデマンドバス。北新地のうどん屋さんに家族4人で行くことになったんですけど、その時にちょっと綺麗な格好で行かないといけなくなっちゃって、で自転車ってなると、綺麗な格好で自転車って言うと、ちょっと服も汚れたりとか、そういうことも心配しないといけないし、どうなんかなっていうので、自転車でも行けないっていうのと、あと北新地は自転車を4台も止める駐輪場がどこにもなくって、それも困るなっていうのと、で自転車がダメってなると徒歩になっちゃうんですけど、徒歩だと30分ぐらいはかかるんで、ちょっと絶妙に面倒くさいっていうのがあって、で大人やったら30分の距離でも全然歩けるんですけど、うち下の子がなかなか歩くのがしんどくってぐずるんで、それでどうかなと思ってオンデマンドバス使ってみようと思いました。家族とのお出かけにオンデマンドバス。まず家の近くに停留所があって、で、中之島の美術館の目の前に停留所があって、そこで降ろしてくださって、でその時点でもう子供は全くノーストレスで、ぐずることもなくスムーズに着くことができて、で、美術館に入って、で、鑑賞して、で出てきて、中之島の美術館の周りの駐輪所にまず止めるってなると、まずすごく時間が気になって、駐輪場代がどれぐらいかかるかなっていうのにすごく心配で、美術館にいる時もお金が一体どれぐらいかかってるんやろうっていうのにすごく心配でしてたんですけど、オンデマンドバス使ったら駐輪場代も気にならなくていいし、で帰りにご飯を食べて、でご飯食べながら、そろそろじゃ帰るからオンデマンドバス予約しよっかっていう風に、予約もスムーズにできるんで、本当にストレスがなくてイライラせずに済むのが大きいです。家族の団らんが変わるオンデマンドバス。オンデマンドバスを使うようになって、家族に平和が訪れたような気がします。で家族でお出かけするって、家族の団らんとか子供にこういう経験させてあげたいとか、そういう思いですることが多いと思うんですけど、でも結局お出かけしてみたら、もう移動だけで子供も疲れてしまって、で私たちも疲れ、親の私たちも疲れてしまって、せっかくそういう気持ちでお出かけしてても、結局何しに来たんやろうっていう風なことになる結果が多かったんで、でもオンデマンドバスを使うようになったら、まずそこのそういうイライラとかギスギスした気持ちがなくなったんで、お出かけを本当に楽しめるようになったと思います。目的地までの移動手段を自分の生活に合わせて、その時々で選ぶ。多様性の時代、一人一人のニーズを叶える新しい移動の形が始まっている。便利だけじゃない、その先の暮らしの質まで変える。オンデマンドバスはそんな存在になりたい。移動が叶える暮らしの明日。大阪メトロ。